当事者で部会に出たら自民党変わるな安倍元首相が認めた男青山茂春ついに総裁となって自民党を変える自民党総裁選に出馬した青山茂春氏実は安倍元首相に直談判され2016年に自民党所属の国会議員になりましたこの時安倍首相はめげずに青山氏を説得していたそうです安倍元首相は生前 青山氏を自民党を変えられる人材と認めていただけでなく外務省や経済産業省も変えられると評価していました今回の動画では安倍元首相が認める青山茂春氏の魅力と総裁選への思いについて取り上げます動画の最後には青山氏が総裁選を不屈の党史で戦うことを宣言する映像をお見せいたしますぜひご覧ください日本の選挙はここに必勝って書いてですよ 自分の名前をここに書いてね「私が私が私が」ウイスジが名前連呼して名前を植え付ける要するに自分を煮込むさっき言ったおふくろも知りましたが武家の娘没落士族の娘なんで生活苦にあえいだ人ですけど本当はそれだけに誇りだけ持っててその親父も合わせて武家教育まあ武家教育ってのはおかしいですね現代ですから。 が伸びる教育を受けたんで自分り込むこ今もしないんです議員になってても。だから選挙に出られませんから民主主義なので国会議員になることはできませんってど。なるほど。それがちょっと話長くなっちゃったかもしれないけど8年前ですから西暦2016年平成28年の1月4日に今ある意味話題の世耕弘重当時の官房副長官が 安倍政権の官官房長がお見になってですね総理からの伝言ですと青山さんもいつまでも嫌だと言ってないで選挙出るべきだ僕は即座に大体安倍さんがなんで直接ってこないんですかって長い友達ですから偉そうですけど実は友達でした年代も近いしね安倍さんがんで来ないんですかって言って「これ正式な依頼だから」って正式な依頼でまあ官房長官は偉いからなと一応思って。 そしたらやっっぱさんて大人でね今本当に批判の嵐だけど僕のおっしゃったのが「安部さんいいこと矛盾してるよ」とんか安倍さん乗ったたみいな感じちょっと言い方が安倍さんっぽいですね確かに今日テーマにあるみたいですけど「あなた憲法9条変えろ」って言ってるねということは多数は掲載しないといけないと一番改正しにくいであれを9条変えろっていうならもしあんたが出たらあなたが出たら「あんた」との安倍さんの言い方ですね 千光さんはあなたが出たら、うん、すいません当時は、うん、あの結構テレビに出てて関西テレビの『スーパーニュースアンカー』青山、はい、の「ニュースデバリってコマは,、はい、はあの選挙率って言うんですけど視聴率の値になるですが30数パーセントです。ねねこの間ミヤネって,出てたら あの時、裏番組の読売テレビのディレクターでした。ディレクターでした。いや、青山さんがあの番組をやめて議員になってくれた。本当ホッとして。それゃそうでしょうね。えだって夕方のニュース番組で選挙率って異常じゃないですか。そのなんか。で、特番のなんかバラエティとかで、たまたま出る数字ならわかるんですけど。僕も素人ですけど。いや、僕だって素人ですけど。打ち合わせなしで出てて。カ寛太郎の報道局は、まあ、よく上段ですよね。いや、そすごいですね。 安倍さんとか世耕さんはその情報を持ってて当時選対長は茂木さんだったかな、うん、茂木さんは、まあ、知らないよって感じだったらしいけど、うんうん、安倍さんと世耕さんは僕の世耕、うんまあ、さんから伝言でおっしゃったのは、うん、あなたが全国比例でたら参議院のその票で下の人が23人救われてそれで自由民主党単独で参議院の過半数をやっと回復できると9条、はい、改正っていうなら当然公明党は抵抗しますし。 そこは入り口でしょじゃあ自分でやるべきだほなるほどと思って即座に断った断ったんですか今のお話私は筋通ってるなと思ったんですけど僕も言いましたよ世耕さんにそういうてますねでも私はやりませんと今の選挙の制度では出ませんと言ったらですねあの世耕さんってタフネゴシエーターであるのは間違いないから今回はお金の問題で明らかに世耕さんもハンドリング間違ってると思うけど 月、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 ずっとるんですう参議院選挙の諦めを知らない人へそれで当時の参議院選挙の公示日が6月22日だったんですよねで6月の半ば過ぎちゃったからいくらなんでも間に合わないじゃないですかいたい本当は1年前に1年以上前に公認決めて1年前の党大会でお昼めしてそこから支持団体集めていってうんぬんかんやるわけでしょ それがあと数日でしょだからさすがにまあ言葉悪いけどやっぱり生涯その時から60代でしたからね年齢が国会議員やらずに済んだなと祭りごとに直接関与しなくてジャーナリズムだけで申し訳ないけど本当はその時はここに出てるりありシンクタンクの社長なんでジャーナリズムではとっくになくなってて実務安全保障などの実務やってたわけですけどそれでも申し訳ないけど。

安倍さんの方から電話かかることってまあめゼロではないけどめったないんで僕はてっきりテロだと思ったわけっていうのはあの専門分野が本当にそういうことですかここに書いてる専門分野ちょっと違ってて本当は安全保障危機管理外交それから資源エネルギー情報なんです政治が専門ってそ評論家じゃないんでそれでいやいいんですよそれ危機管理が大事な専門分野の一つだから あの危機管理って要は、国にとっては防災と災害とテロですけど、災害はすぐ発表しますよね。ていうかすぐわかる。テロは一旦防げるんですよ。なるほど。本当は何なのか見るたびに。だから、総理からニュース何も出てない段階で、総理から電話かかったのはテロだと思って。これで、あの総理、どな、どうなさいましたかって言ったら。ああ、青山さんさあ。やっぱ選挙出てよって言う。の大きな声で、あの めっちゃ上手ですいや上手じゃないです安倍さん頑張ってボイストレーニングもやったんですよほん別にもう行ってもうっていうか生前でも言っていいと思うそうなんですねでも僕と話す時はボイストレーニング受ける前に戻っちゃってるもう昔からのあっ安倍さんですに戻っそうなんですねあっめげな人で忙しあんじゃないんですかって 副長官に六ヶ月断ってんのに、なんでこの話なんですかと。こっちも暇じゃないんですよ。今月曜日の2時半でみんな仕事してますよって言ったら全然見えない人だから、あのさ、あんたが議員になったらさ、まず紙は変わるな。これ僕ショック受けて、まあ各社は何その損得をおそらく聞かれてるんですよ。あの外国じゃなくて日本の。 そういうことをやんなきゃいけない、うん、あの正式な機関から、ね、多分聞かれてるんですよ。うん、だから僕は思わず、え、現職の総理はこれシ務省批判してんのと同じゃ、同じじゃないかと、変わらなきゃいけないみたいな。だから、おも。え、大丈夫っていうこと聞いたら、気にな全然めいかないで。それから経済産業省も変わるなって言ったんですよ。<ー>だからさっきね、専門分野に資源エネルギーが入ってんですよって申し上げたんですが。日本は海洋国家で、<ー>今まで取れなかった海の中にね、つまり水圧があるので。 海の中の資源は取れなかったんですが、はい、海中ロボットの出現で取れるようになってきてるんです、うん、もう資源だらけなわけ、うん、有名なメタンハイドレートだけじゃなくて、うん、コバルトリッチクラストとか、うん、海底熱水交渉とかマンガン段階とかレアアースデーとかレアアースデーったら日本の海で試しに取ったやつがね 5 0 0 0ルって深いところだからコストをこれを軽くする大変ですがでも純度は中国の陸上産の20倍以上なんですよすごいですね,ね、ええ、だから安倍さんが「経産省も変わるな」って言ったらその一言で長い付き合いですから自分で自前資源をできるような経産省に変えろっていう意味なんですよえっガムシャー変わるなって拉致のこと言ってるはい,はい,、はい。もう安倍さんに拉致問題の取り組みについてたくさん意見してたからだから「拉致自前資源」うん もちびっくりしてるじゃないですかそうしたら最後にね大体あんたがさ朝8時今朝も8時に経済産業部会ってあったんですけどその住民として一生懸命やってる部会ねこれはまあ裏金もらってる人であっても部会に出て一生懸命やってる人もいるわけです全然来ない人もいるけどねであんたが取材じゃなくてあるいはシンクタンクの社長じゃなくてこれ安倍さんすごい正確に言って当事者で部会に出て発言したら自民党議員変わるなって言ったんですよ。 うまいこと言うなやっぱりこのタフネコシエーターは人たらしはいで,、ね、でも安倍さんが言うってことはやっぱり本当にそう思ってらっしゃる事実だから言ったわけじゃないですかまあそう思いたいですね人たらしなのも事実ですけどねただあの,のことを言う人では全くなかった初めてじゃあ考えますって言ったんですよこれ生まれて初めて。えー それでも考えますだったんですか、ね。切ってから即座にやっぱりややだと。<笑><笑>相当頑固ですよね、さん。性格全く頑固じゃないですね。あ、すみません失礼しました。いやいやいや全然いいんです。政治家になるかどうかということに関してはっきり言うと人からどう見られると別に何と思ってないから頑固であってもなくてもいいんですけど、やっぱり人の意見は実はよく聞く方なので。ただやっぱり例えばウケず当たったり運の関念。 の方んじゃなくてねやっぱそういうことは僕は一文売り込むことはできないのでお林さんが今言った外務省変えなきゃいけない経産省変えなきゃいけない住民賞変えなきゃいけないというのはやっぱ外からやろうと思ってそれで断る決心をしてちょっと家族の話で悪いけど皆さんには申し訳ないけど母ちゃんがですね配偶者がねかっこいと言えば日本女性初の大型船の船長で実は海洋資源のメタンハイドレートの特に専門家で。あそう それで僕はもうすごい苦労してきたわけですただ選択は結婚して40年ずっと自分でやってきたのは当たり前ですけどね船に出られてるからねちっちゃい子供二2人残して1年間の永遠航海行ったりしたんですけどさっきのおふくろが怒り狂いましたよ「そんな嫁ありえにしろ」って言って「お母さんの嫁じゃなくて俺の嫁だ」とそこまで話してると時間なくなっちゃうけどでもその母ちゃんがですね格好よく言うと配偶者スパウスが「海明」っていうね 海洋研究開発機構ジャムステックの船に乗るので家を出発したんですよ港に向かって埠頭に向かってねそれで俺「安倍さんに答えるからさ」って「安倍さんが電話あったことは何でも話すから話しててそしたら黙って行ったんですよ黙って行って今まで僕は断ったのって知ってるから今どおりだと思ってさ「安倍さん電話しよう」と申し訳ないけどやっぱり「出ません」って電話しようと思ったら実は港がすぐ近くなんですよ。 僕はんかテロの対象だそうで住んでるとこをバレちゃいけないって言われてるんですけど港近いんですい。どこの港か言いませんは言わないででタラップ上がってね海名に乗る一番上から携帯電話してきたんですよで乗っちゃうと出航したらもう通じないんですよ海衛星電話使うやつですよ普通はもう携帯通じなくなるんで船によっていろいろありますけどそれで母ちゃん電話してきて出たら「後悔しますよ」 一緒ねえこれダジャレなのか <laughs> ちょっとごめんなさい、私もそう思いました。私もそう思いました。<laughs> 気が入りますね。び <laughs> っくりしましたま。<laughs> めちゃくちゃめちちゃゃく思いました <laughs>。でも、母ちゃんダジャレ大嫌いなの。<laughs> いやあ、そうなんですか。お父さんの熱暗ア,アトムの,あのパン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 吹いたジャズメン。元 NHK 公共楽団 <laughs> いい。 でジャズメンってダジャレばっかり言うんですよ。はあ、すよダジャレをう人とは結婚しないと思ったそうですが、えー、僕ダジャレばっかり言うんですよ。<laughs> <laughs> で,でもダジャレ。一瞬ダジャレから、いやあいつ暗いだよね、えー。じゃあリクレットの方かと思って。聞こうと思ったら、もう切れてる。るうわ。 それ、結構、結構困ってですね。いや、もう、映画のワンシーンみたいじゃないですか。いや、すごい、すごい。もう一人だけ相談したのが、さっきおっしゃってかな、動画で横に座ってる今、高専第一所の。当時清水真美、当時独身だったんです。僕の社長秘書。国士なんですよ。性別関係ないです。彼女は本物の国士。それで、当時の清水真美に、お前どう思うって、この経緯話して言ったら。社長。 すごいそ <laughs> れでこの日本女子を2人に言われて痺れますね痺れないよいや正直まあしょうがねえじゃあその代わり選挙のやり方は全部覆してやろうと思って、うん、安倍さんに電話して「わ<へ>かりましたお受けします」と喜んだわけですははい、はい、喜ぶから「総理に説得されたんじゃない」と「はい、断りの電話しようと思ったら母ちゃんが後悔してますよ」って言ってきたり <laughs>、うん、僕の秘書が「 顧客のためで強いから山越出るんですって言ったらすんげえ気が悪くなったです。今回のテーマは総裁選不屈の戦いということでお伝えしていきます。はい。今日が9月3日のもう午後だからえ皆さんえ総裁選で20人の推薦に集めてえ届け出る場合は。 9月12日の午前10時からなぜか15分間だけ、えー、10時15分までなのでということはあと9日ですか。はい、えー、というところなんですが、えー、まあこれ「ちわき肉踊る」って言ったら意味違っちゃうんだけどあんまりひどいので、えー、逆に。 もう言わないで置いと,置いとこうかなっていう気持ちになっちゃうぐらいひどいです。で今もコツコツ国会議員自由民主人の国会議員を回っててさっき2人やってきましたけれどもひどいよねということではまあ共通してます。で1つははももちろんんん個人名は死んでも言いませんが ポストで釣るっていうのは今日ブログにも書いたんですけどそのポストで釣るっていうのは自分の内閣を構想してあらかじめ大臣とかの候補者にここの準備してもらうことじゃないですかって書いてくださった方が2人ぐらいいらしてそれをそのままブログにアップしたんですけど主権者の神経はまともで、えー、ここの特に自由民主党の総裁選における神経ってまともじゃないっていうのがよく分かったんですよ。だから そういうことだったらあのおっしゃるとおりむしろいいことかもしれないんですけどそうじゃなくてですねだから同じポストを複数人に提示してたりへ<ー>それでうんと相手が全部本当のことをもちろんしゃべるとは限らないんだけど僕自身が3年前にポストで釣ろうとされてるので。 でもちろんそのポストじゃなくて安倍さんと私の相談で推薦になってるわけですけどその経験があるんでこう自分とこうでしたよって言ったらボロボロボロっと出てくるんだよね、うん、今回同じだけどみたいな、うん、それで不思議なものでこのポストでするまあもっと綺麗な言葉でポストを提示するときに全然その候補者自身が関心ないとか分野 例えば突然農水大臣とかいいいうのはあんまないみたい、はい、でも相手が例えば農水大臣を長年望んでるっていう人だったらありえると思うんだけど、うん、なぜかあのご自分にどっかで触ってるようなのが多くてでそれがこうダブル原因になると思うんですけどだから内閣を構想してるんじゃなくて要するにもうつるっていうことに否定してるわけですけど。 まあ、多分引き揚がされた数、延べ人数でいうと、ひょっとしたら一番多いのかな、全然、何の波乱立しもならないけどね、まあ、実際に出馬表明したのが、NHK などの報道ぶりと真逆で、えー、すごく早いので、まあ、そういうこともあると思いますけれども、えー、昨日は特に三浦氏は当然知ってるあの、大変ショッキングな裏切りもあったですよね。うん うん、で、三浦署はこう依然として八面六臂の大活躍してくれてるんだけど、3年前は安倍さんに私が手を挙げるって相談して、安倍さんが今回は左、安倍さんの言い方ですよ、左の岸田、安倍さんは指捨てだったんで言いにくいんだけど、要するにま岸田さんと宏池会のところに政権が行くんで、青山さんやるとしたら次だと。 おっしゃったわけですけどその時にまああのまあこれあとで紹介しますけど本になって出てきたんでその本の中に和らげて書いてあるわけです。で本以上な赤裸々なことってやっぱり僕言うのは総裁選の最中ですから控えたいんだけど推薦になるならないでポストの提示が具体的にあったので今回も。 全く変わってないんですけどそれがこれは何かの象徴ですね <laughs> やっぱりこれ以上言うなとこれ以上言うなとは <laughs> らしいのでっていうかね僕当事者ですからやっぱりあの公平ななな話をしいいいいといけないとけ思いますそれで「不屈の戦い」って書いたのはですねちょっとこう主権者の中に逆に。 逆にっていうのが当然のことだと思うんですけどもうめげて来られてる方がいらっしゃる感じで,でそれがあの私はめげましたっていう人もいらっしゃるけどこれ常に心配してくれてるから「青山さんめげたら許さんぞ」みたいなのが来るわけ勝つみたいなえ勝つっていう勝つっていうのはいい解釈でいやもうちょっとこう暗い深刻な感じなんだけどで私がめげてるって事実はないのでそれで。 まあ、あっさりと不屈の戦いにしただけであって私が、うん、どっかで降りるとかいうことはありませんし、えー、野望することもありませんただ野望のお誘いはものすごくあるよね、うん、でもこっちが応じなければ別に関係ないんですけれど野望といいってもろろあるんですよだからいろいろあるっていう意味はですねひょっとしたら皆さんから見て。 ここを野合してほしいって思うその話が本当はそんなまとまる話じゃなくてこの話しにくいって言ったんですけどそのままもうオンエアしていいと思うんですけどやっぱさすがの当事者だと話しにくいわけですけどただあの皆さんに伝えるべきなのは私が途中で何かやり方変えたりあるいは考え方変えたりそれから挑んでることをやめたりするってことはないってことをみんなの心の安寧 のためにも安らっしゃることも含めてそれは今日申しておきたいんですねそれとまあ大げさに言うとマルチメディアですけどブログっていう文字とこの動画っていう語りあるいは表情も含めてですねやっぱり申しておきたいのは僕はもし20人集められなかったまあ集めた結果引き剥がされて最終日に元に戻すことができなかった。 いう時に、この何もかも否定された何もかもおしまいだと、いうのが最近一番多いんだよね。うん、はい、あのいっぱい来てて、そのお気持ちはよくわかるんですよ。その、えー、総裁選に投票できると思うから投与になったっていう格好も当然あって、それはその前から投与になってくださる方もいらっしゃるけど、まあやっぱ最近はそれが多いっていうのはまあ当然のことだと思うんで、ただ。 僕は言ってることはもう本当に一ビリも変わってなくて総裁選もまた次はあるわけですし一番長くて3年後ですよね。でこんな総裁選のやり方で主権者がああやっぱり住民者は変わったんだなとアバスタ金問題も含めて実際よき政党に変わったんだなと思ってくれるかというと全く思ってくれないですよ。質問いいいですかいいくつでもちょっと怖いけどはい。今日の キーワードはでしょうかああ全然怖くなかったですねはいはいそれは主権者は見たということですがちょっと多少テレビドラマのパクリではないです <laughs> 影響が感じられますが、はい、これねポイントはこれなんですよたはいた、はい、過去形ということですかそうもう主権者は見ています、うん、ではなくてもう見ちゃったの見ちゃったの ひどいなとこれバレてないつもりの偉い人から1年生議員まで多いのでそこも僕は非常に懸念するんですがいやもう主権者はとっくに見抜いてて若手の後ろには長老の顔でもうただ「てんてんてん」ねもうそれで縛られてるでそれを僕はあえてがん日本がんじがらめとってみんなの気持ちに,に沿って言っただけであって。 別に私がユニークななことを考えているわけでも何でもも、まあ、当事者で体験してるっていうことはね、うん、それはあのストレスとかプレッシャーはすごいですけどでも僕あんまり言ってなくてもなんとなくそこはかると伝わってるみたいにあこ,うこういうことで、まあ、あのしんどい戦いになってるんだろうなとただねこれやっぱり意味あるんですよそれで3年前は安倍さんと私の出る出ないで、まあ、2人であの議論したことが 全部ではないですよ、えー、皆さんにも一部伝わってるしただ結局今回みたいにいわば公式参戦して,してるわけじゃないので今回してみたおかげで日本がなぜここまでこう立ち行かなくなってるのかっていうのがまさしくそのがんじがらめですねだからその青山さんと政策一致点あるんですよ一緒にやりたいんですよただ点々点の後が全国民やあるいは国益に 結びついいいてることならいいわけですよ逆にでもそれが少なくとも、うん、日本国民という次元で考えたらそのただのあとは全部試験者と試験者全体とはかけ離れてしまってるっていうのが病根だっていうのがだから私が今後も何と戦わなきゃいけないのか不屈の戦い私は頑張りますとか私手挙げたんですから恥かきたくないとか。 あの私やっぱり子供の頃から総理になりたかったそんな話じゃなくてじゃなくてな何とこれからも不屈の戦いしていかなきゃいけないのかそれはがんじがらめでけしからんってことじゃなくてそのがんじがらめの元の原因からもみほぐし解きほぐしていくってことが実は今後の私にとっても必要で一緒にやってくれる主権者にとってもそれが必要で。 これで20人集まらなくてその総裁選にの論戦に出ることもできなかったら、まあ、ブログに書いたとおりア山さんの主張もその党員になった人々もなんだっけなんかそういうのもこの動画の発信もとにかく全部全部パーですとそれって日本が戦争に負けた理由ですからねだからそれを含めてそういうのがいけないって話をしてるんじゃなくて僕らが何を根本的な欠点として僕を含めて。 取り組まなきゃいけないかっていうのが本当によく今分かってます。でもそれで終わらせるわけじゃなくて、えー、ブログの中にその青山さん戦略家だからって書いてましたが。それはその通りなんでその戦略はあります。それが最後の最後で、えーえー、結果を出せるかどうかっていうのはこれは天のみぞ知るです。皆さん今回の動画はいかがでしたでしょうか。青山茂春氏は安倍元首相の度重なる誘いで自民党議員となりました。現在 青山氏は安倍元首相の言葉通り自民党を変えるために総裁選に出馬していますしかしメディアは偏更報道をし自民党の長老議員たちは自分たちに有利になるように若手議員をうまく操っています青山氏の活動がメディアによって邪魔をされていることに対し著名ミュージシャンの西川貴則氏はこのようにコメントしました他の報道もすごく少ないが 青山茂春先生の名前が候補者の中に載ってないんです。こういうことされるってどうなんですかなんなら一番最初に出馬表明されたのは青山先生でした。全く扱われてない。また、青山氏が公式チャンネルの配信で総裁選のことについて語った動画を見た視聴者の反応を紹介しますニュース見るたびに青山さんの名前が上がらずに腹が立ちます。 変更報道はな,はだしいなんで国のことを考えてる人を貶としめようとするんだ青山さん不当不屈ですねどれだけ裏切られようとも前に進みましょうもっと国民のことを考える議員が多ければ青山さんも苦労しないで済むのにな青山議員を応援しているはずの国民や党員が諦めたり心が折れてどうすると言いたい私は最後まで青山議員一択で。 毎日祈ってます皆で心乱れることなく青山議員を応援していきましょう安倍元首相に期待された青山氏日本のことを考え政治活動をしてきましたその結果西川貴則氏をはじめとする著名人や多くの国民に支持されていますその証拠に2021年から2023年まで党員獲得数3年連続第1位になっています著名人をはじめ 多くの国民に注目される青山氏もし青山氏が総理大臣になれば安倍元首相の言った通り自民党だけでなく日本はいい方向に変わると思いますメディアや長老議員にめげずに総裁選を戦い抜いてほしいですそしてこれからも日本のために体調に気をつけつつ不屈の戦いをしていってほしいところです安倍元首相に期待された青山重春氏ぜひ 総総裁選にに勝ち日本を変えてていいく総理大臣になっほしいです青山茂春氏に自民党総裁になってほしい人は青山氏を総裁にとコメントしてください。そして自民党総裁選の結果が気になる人はチャンネル登録いいねよろしくお願いします。